スマホショルダーストラップを自作します。ファスナーストラップです。リーカンです。レバーナス感です。紫外線や摩擦に強いロープです。ループエンドです。 PVC クリアクロスです。型紙です。型紙を用意したら、クリアクロスに型紙を当てて線を入れます。作成者、手が荒れてますね。後で薬を塗っておきましょう。線を入れ終えたら、線を目安に切り取ります。パンチで穴を開けます。穴は放熱のためとデザインのためです。補強のため、釣り輪の部分は二重にしておきます。リーカンを入れてから、クロスをボンドで留めておきます。ボンドが乾いたら、ひしめ打ちで穴を開けます。穴を開けたら、糸で縫います。レバーナス管にロープを通します。ループエンドにロープの端を通します。通し終えたら、ロープの両端をつなぎ結びます。ループエンドで結び目を隠します。これで完成です。2種類のストラップを作成しました。スマホケースに使ってみます。充電コードを入れる穴に通します。スマホをケースに入れます。固定されました。装着完了です。ストラップを装着していても、充電コードの邪魔にはなりません。装着したまま充電できます。スマホをそのまま肩にかけて持ち運びができます。バッグから出す煩わしさや、スマホの置き忘れがなくなります。スマホショルダーストラップでした。